速報でみなさんこんにちは村長スタジオ中野人です今日は村長に代わって私が解説させていただきます今日はびっくりびっくりのシンセサイザー V のアップデート1.0.4第4世代というのがリリースされましたね早速試しましたのでちょっとだけですがレポートしたいと思います村長に内緒でやってるから怒られちゃうかなはは まだちゃんとは使ったわけでもないです。でもすごいなという一言です。今画面にありますのは、鬼滅の刃のグレンゲのデータです。以前の1.3で、自動処理というので、自動でピッチの修正をしたデータです。画面の下の方に、かなりランダムなピッチ自動補正がされています。それは、それでまずまず悪くもありません。 まず1.3の状態で少しだけ聞いてみてください強くなれる理由を知った僕を連れて進め泥だらけの蕎麦と匂う 怖がる心震える手は掴みたいものがあるそれだけさ夜の匂いに空にランもはい大体いいこんな感じです緊急レポートしようと思った理由がここにあります進めーって歌ってるところが今はほぼピッチの揺れがなくビブラートがかかっていない状態です でも、今回新しくなりましたピッチの自動調整をしますと、こんな感じになります。新しい自動処理メニューの自動ピッチ調整というのを選択。このパラメータは中間ぐらいにしておきますね。そして、ピッチの修正を有効化というのも一応チェックしておきます。はい、この部分を見てください。 ビブラート感が絶妙に出ていますねそして1.3ではなんとなくこれでいいのかなっていうランダムな感じでしたが今回は綺麗なピッチ修正に感じますじゃあこれで聞いてみてください「強くなれる理由を知った僕を連れて リブラートが綺麗ですね泥だらけのソマと匂うこわばる心震える手は掴みたいものがあるそれだけさ夜の匂いに空にらんでもはい今の最後の「モー」のところも裏声なんですけれども とっても綺麗なファルセットになりましたちょっとコントロール Z で戻しますねそして新機能で設定します今まではなかったこのピッチ自動調整カスタマイズでやってみましょう。こういうようにパラメーターが設定できるようになったんですねしゃくりを強めにとかビブラート自由度、そして声の揺らぎこれらを変更できます そしてもう一度やってみましょうわお本当にすごいですねもう一度先頭から聞いてみますロングトーンのところやそして一番高い音の裏声に注目してもう一度お聴きください強くなれる理由を知った僕を連れて 本当にう」「こわばるえる手はみたいものがある」「それだけさのいににでも」「に自然さという意味ではとってもすごくなりましたね」「皆さんもぜひ」 シンセサイザー V スタジオプロ版いわゆる有料版っていうやつですねそれをお持ちのユーザーさんはアップデートをして画面上部にできました自動処理というのをいろいろ試してみてください私もアップデートして5分ぐらいですのでまだすべてわかっていませんので皆さんからの情報もいろいろと研究します最後に特に注目の部分を切り出しましたすすめー 何でも尊重スタジオ中の人こっそり速報でした。わーい。ありがとうございました。またね。